さやかさんが夢に出た。夢の中でさやか、私に生き延びてって。アパートはまだ危険で、それをさやかが教えに来てくれたってことない？考えすぎだよ。ただの夢だ。豊島さんの除霊は成功、言霊はもういない。だといいんだけど。消えた証拠に琴葉ちゃんの YouTube の登録者数も一気に減ったじゃんか。で、除霊費用を賄うためにバイトを始めたわけでしょ。でもまだ言霊が消えてなかったら？そん時は俺が、命に変えても助けるよ。優しいところあんじゃない。もちろん目的は体だ。あんたに相談したのが間違いだった。